そうですね、まあ両方とも非常に強くて評判が悪かったのはよく覚えているんですけども、両方とも私の先輩にあたる人間が、キャラクターデザインをしたもので、まあ、私としては何にインスパイアされたかというのはあまりよくは分かってないんですが、まあ、マザーブレインは間違いなくその五感にある母っていう五感から来てると思いますし、でコンピューターとあと母を融合させた時にそのちょっと神様っぽいような雰囲気を与えて作られたと思っております。そうですね、もうそうファンタジースター2っていうのは僕が入社してすぐに担当した仕事なんで、すごいまさかもう20年経ってまでこうやって取材を受けるようなことになるとは思っていなかったんで、でまあ内容的にはもう昔のゲームで相当今やると辛い部分もあったりすると思うけども、十分楽しめる要素も逆にまた持っていると思うので、ぜひ楽しんでプレイしてください。